どうもビーフ中のカエさんです。久しぶり、今日も頑張っていきましょう。はい、というわけで皆さんお元気ですか？僕はぼちぼち元気にしております。先週動画をねお休みいただきまして、今週ようやく動画をアップしたんですけど、この前ねYouTube にツイッターみたいな機能があって、そこでちょっとつぶやいたんですけど、こんな感じのつぶやきを、しました。視聴者さんからコメントをいただきまして、なんかこれ動画しないとって思ったコメントがあって、それ何かと言いますと、大阿蘇鶴通販で売ってくんないかなとか、大阿蘇鶴愛知県では売ってないんですよねっていうコメントを見てね、そういえば僕らちゃんと大阿蘇鶴、僕らが愛用してる鶴なんですけど、これについてメインでこう話してる時ないなと思ったので、今回動画で話そうと思います。ビーフシチュー。はい、で、こちらがね先ほどから言ってる大阿蘇鶴なんですけど、こんな感じの鶴になってます。はい、特徴としてはね、硬くて細い、あと頑丈丈夫な鶴になってます。値段としては1本600円だったと思いますね。ちょい高かな。僕らの高校生の頃で考えるとちょい高な鶴でした。多分相場500円とか、もっと500円以内の鶴が大体だったと思うんですよ。この鶴なんですけどね、皆さん見たことない方も多いかもしれません。この鶴どこで売ってるかというと、熊本の弓具店で売っております。最近チャンネル登録してくれた方々たくさんいると思います。なんか1000人ぐらいのが増えてまして、皆さん改めてね僕らの紹介をしますと、僕とよしきとマネージャーは熊本出身です。熊本の高校の頃から弓道を始めて今に至るわけで、熊本の弓具店でいつも買っております。この動画熊本の人とか見ていったらわかると思うんだけど、どうせあそこの弓具店でしょみたいな、あそこやねみたいなあると思います。当たってるんでね、内緒ということでお願いします。ビーフシチュー。どうなんだろうね、僕の情報あんまりないんですけど、このツルって九州県内だと売ってるのかな。その辺をちょっと九州の見てる方はコメントで書いてほしいです。どの辺で入手できるかわからないんですよ。僕もいつもお店で買うから当たり前のように買って、当たり前のように使ってるようなツルだったんで、このツルねもう完全に僕とよしきとあとマネージャーねずっと愛用してて、高校生からずっと使っています。全然他にツル、金龍とかあとカエルツルとかなんか水野のやつとかね全然売ってんだけど、なんか一回使い始めたらもうこれしか、 なんか使えないみたいな感じになって、あまりにもいいかも分かんない。他と比べたことないけど、なんかこう、初めて入ったラーメン屋さんに行ってラーメン食べたらもうこれが美味しいからずっと頼むみたいなね、変につけ麺とかチャーハン食べなくてラーメンしか食べないみたいな、そんな感じでずっと使ってます。とは言ってもね、この動画見て大阿蘇鶴使いたいっていう方が、もしいたらなんですけど、ヨシキが実はね他のツールも結構試したりはしていて、その中でもね響きっていうツールが大阿蘇鶴に結構似てる、これ似てるよみたいな感じで言っていたので、響き使えば大阿蘇鶴っぽい感じのが体験できるのではないかなと思います。僕ら YouTube で弓道のね動画上げてるからさ、いろんなツル使って比較した動画撮ればいいじゃんとか、皆さん思う方たくさんいると思うんですけど、それを比較するにしてもね、僕らの矢数の少なさっていうのがね足を引っ張っています。実はいやー、なのでね、どなたか鶴の比較動画出していただければと思います。他力本願すみません。ビーフシチュー。熊本に来て、買っていただければと思います。以上ビーフシチューの動画でした。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。